熊本地震で楼門などが倒壊し、復興が進められている阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で、お正月の初詣客に振る舞う甘酒の仕込みが、令和元年12月16日から始まりました。寒い中、お正月に阿蘇神社を訪れる初詣客に、美味しくて温かい甘酒を飲んで体を温めてもらおうと、毎年この時期に甘酒の仕込みを行っています。甘酒の仕込みは、阿蘇神社の神泉所で行われ、柔らかく炊き上げたもち米をシトダルに入れて、神職や巫女さんが竹の棒でつつき、さらに甘酒の元である米麹を入れて、丁寧に混ぜ合わせていきます。出来上がった甘酒の元を寒い場所に置いておくと、一週間もすれば甘い甘酒が出来上がります。甘酒の仕込みは、もち米330キロ、米麹230キロを使い、1週間がかりで行い、およそ3万人分の甘酒を作るということです。阿蘇神社では、今年も美味しい甘酒ができそうなので、ぜひ参拝して飲んでほしいと話していました。阿蘇神社では、正月には10万人の参拝客を見込んでいて、しめ縄も新調され、正月準備も着々と行われています。甘い甘酒ができたと思います。阿蘇神社の甘酒を楽しみにしていらっしゃる方に期待を添うように頑張って仕込んでいきたいと思います。